オペルアストラカブリオレでございます。手軽に輸入車のオープンを乗りたいと思って当時一生懸命探していたら、やはりこのオペルアストラカブリオレがお手軽な価格で出ていた時期もありましたが、今では本当に現存が少なくなりましてですね、手に入れるのも大変な時代になってまいりました。ずっと屋根保管でやっておりましたが、ツオナですね、新車から柳瀬の残ってましたけど、ベルトーネエディションということで、ちょっと今ホロー締まりがずれちゃいましたね。ちょっと開閉が電動が弱かったんでバッテリーがもう死んでるんですね。完全に死んでるのと塗装浮きですね。でキーレスとかこれまだ反応してますかね。これバッテリーを変えてからがいいですね。ベルトーネエディション、ほらセル回んないっす。2つつないでかかったはかかったんですけど、ちょっと弱いですよね。ちょっとここは早めにやらないとダメですね。ということで、まだ持ってきたばっかりであれですけど、ちょっと走らせてみたら走りはとても良かったです。エアコンは冷えなかったです。ただ今日36度とか言ってるんで、今ちょっと、はい、ちょっと強めに閉めると入りますね。ちょっと反応はするんですけど弱いっす。ということで、ちょっとピンクっぽく見えますけど結構ツヤはいい方だと思います。とにかく屋根というか立体駐車場の一番下で保管してたので、このような感じですね。まだまだ活躍できるんじゃないでしょうか。あとはやはり部品が、当時の部品が欲しい方にとっても全部揃ってるフルノーマル、スタッドレスですけどね、タイヤは悪くないかと思います。ありがとうございました。